はい、こんにちは、116インズです。今回はですね、マリナーズの明るい話題ということで、マリナーズのトッププロスペクトたちを紹介していく動画にしたいなと思っております。マリナーズはですね、ほんの数年前まで MLB の中でも最低クラスのマイナーのチームだったんですけれども、近年はですね、ドラフトですとか、あとは主力選手のトレードでプロスペクトを獲得したりですとか、まあ、そういったことが実を結んで、今やですね、MLB 屈指のマイナーシステムを誇るチームになってるんですね。そんなトッププロスペクトたちがおそらくこれからのマリナーズというチームを引っ張っていく存在になると思いますので、まあ、今回はですね、特に注目されている6選手を紹介していく動画にしたいなと思っております。で、私自身もそこまでプロスペクトに詳しいわけではないので、まあ、この動画を作りながらですね、皆さんと一緒に勉強していければいいなと思っております。はい、まず1人目はジェレット・ケレニックですね。現在20歳の外野手で、ケレニックが現在マリナーズで一番期待されている選手といっても過言ではないでしょう。もともとはですね、2018年のドラフト1巡目全体6位でメッツに指名されたケレニックなんですけれども、その年のオフのロビンソン・カノーとそれからエドウィン・ディアスのトレードでマリナーズに2019年より加入しております。で、打撃、守備、走塁すべてのツールにおいて、まあ、平均以上ぐらいの選手にはなるというふうに言われているケレニックなんですけれども、特に期待されているのはバッティングですね。まあ、昨年が初めてのフルシーズンだったんですけれども、シングル A で開幕して、で、シングル A でも打ちまくって、で、シングル A プラス、そしてダブル A まで一気に到達しましたので、で、3リーグ合わせて合計23ホーマーと、まあ、パワー面でも十分な結果を残しましたので、やっぱりバッティングというところは今後も期待ができる部分かなと思いますね。で、この打力を持ちながら、センターを守れる程度の守備力というのは持ち合わせている選手ですので、まあ、将来的にはセンターか、まあ、もしかしたら、まあ、ライト、レフトに移る可能性は、まあ、まだあるんですけれども、まあ、うまくいけばセンターで、しかもオールスター級の選手になれる可能性を秘めている選手だと思いますので、まあ、今後ですね、まあ、今年、来年と、まあ、非常に昇格も期待ができる選手かなと思いますね。で、何よりケレニックは野球に対する姿勢ですとか、あとは向上心という部分が非常に評価されていまして、まあ、これらを総称してメイクアップと呼ぶこともあるんですけれども、まあ、そういったメイクアップの部分も非常に高く評価されている選手ですので、まあ、今後ですね、スターに成長する可能性は大いにあるのかなと思います。はい、続いてはフリオ・ロドリゲスですね。現在19歳で、先ほど紹介したケレニックと同じ外野手の選手ですね。で、個人的には現状ケレニックの方が上だとは思うんですけれども、潜在能力としてはケレニック以上のものを持っていると評価されているのがこのロドリゲスという選手ですね。で、ロドリゲスが高く評価されている部分としては特に打撃でして、で、まだなかなかですね、試合で発揮されることは少ないんですけれども、爆発的なパワーを秘めておりまして、で、それでいてさらに広角にも打ち分けるような器用さも持ち合わせているので、打撃面の期待がやっぱり非常に高い選手ですね。で、ケレニックほどではないんですけれども、まあ、守備も無難にこなしますし、また走塁面もそこまで悪いというわけではないので、才能がしっかり伸びればライト、レフトでオールスター級の選手、あるいはそれ以上の存在になりうる選手だと思っています。で、ケレニックと同様にロドリゲスも非常にメイクアップが評価されている選手ですので、まあ、数年後にはシアトルでケレニックとロドリゲスの外野陣が見られるかもしれませんね。何よりまだ19歳ですから、本当にどんな選手に成長するのか、本当に今後が楽しみな存在ですね。ロドリゲスの打力に関しては、ミゲル・カブレラですとかジャスティン・アプトンと比較するような声もありますので、まあ、ケレニックもそうなんですけれども、このロドリゲスも早くメジャーで見たいなと思いますね。はい、3人目はローガン・ギルバートですね。現在23歳の先発投手で、もともとは2018年ドラフト1巡目全体14位で指名を受けてマリナーズに入団しております。で、ギルバートは先発ローテーションの上位候補として期待されている存在で、まあ、3番手クラスか2番手クラスぐらいに成長するのではないかというふうに言われているんですけれども、昨年ですね、プロデビューを飾って、で、シングル A からスタートしたんですけれども、最終的にはダブル A まで到達しましたので、まあ、非常にここまではですね、成長も順調ということですね。で、ギルバートの特徴としては、最速90マイル後半の速球と、で、さらに3つの変化球、合計の4球種をうまく操りながら試合を作るというところですね。で、さらにですね、コマンドも高く評価されていて、昨年1年間の9イニングあたりのフォアボールも 2.2 個ですので、まあ、非常に無駄なランナーも出さずに、まあ、試合をうまく作っていけるようなピッチャーですね。で、さらに今のところマイナーでは三振もしっかり奪えていまして、まあ、昨年1年間の9イニングあたりの三振数は11ですので、まあ、三振が多くてフォアボールが少ないというピッチャーで、まあ、うまく成長していければ、まあ、メジャーでもかなり上位の先発投手として活躍していけるんじゃないのかなと思いますね。で、今のところ順調に成長して生きていますので、まあ、このペースでいけばもしかしたら今季メジャー昇格っていうところもあるかもしれませんね。マリナーズは現状数年後の先発ローテーションに間違いなくいる存在がマルコ・ゴンザレスぐらいしかいませんので、まあ、このギルバートの成長っていうのは今後チームがプレーオフを目指す上ではかなり重要になってくると思います。
はい、4人目はエヴァン・ホワイトですね。現在24歳のファーストの選手で、2017年ドラフト1巡目指名全体17位でマリナーズに入団しています。で、ホワイトはファーストなんですけれども、守備の評価が非常に高くてですね、すでにゴールドグラブ級という評価も受けているぐらいの守備力を持っておりまして、もともとは外野を守れるぐらいの身体能力を持っている選手ということもあって、ファーストではかなり動ける部類の選手に入るのかなと思いますね。なので多くのファーストのプロスペクトにありがちな将来的に DH に移る懸念がないっていうのは非常にプラスだと思いますね。という具合に守備は大変高い評価を受けているホワイトなんですけれども、ドラフト時からファーストとしての打力にはちょっと疑問符がついている選手だったんですね。コンタクト能力は高く評価されていたんですけれども、やっぱりパワー面ですよね。ファーストはどうしてもパワーが欲しいポジションになりますので、そこを守る上ではちょっとパワー足りないんじゃないかという声もちょっとあったんですけれども、昨年ですね、AA で18本のホームランを打ったんですね。で、マリナーズの AA の本拠地っていうのは非常に投手有利な球場なんで、そこで18本打てたので、パワー面もちょっと開花の兆しは見えてきたのかなというのが個人的に思うところですね。もちろん今後よりレベルの高い投手と当たった時にまたこのパワーという問題が出てくる可能性はあるんですけれども、少なくとも以前よりかはパワーに対する疑問っていうのは払拭されたのかなと思います。で、ホワイトはこのオフシーズン中にデビュー前のプロスペクトとしては異例の長期契約を結びましたので、マリナーズとしても昨年後半戦主にファーストを守ったオースティン・ノラを、ユーティリティに回しましたし、ダニエル・ボーゲルバックについては来季 DH メインでいくと思いますので、間違いなくですね、ホワイトは今季デビューする選手だと思います。マリナーズはかなり長い間ファーストの固定に悩まされてきましたので、このホワイトがですね、久々に長期的なレギュラーになってくれると嬉しいんですけどね。はい、5人目はジョージ・カービーですね。昨年のドラフト1巡目指名で現在22歳の先発投手になります。カービーは野球の有力校出身ではないんですけれども、先ほどのギルバートと同様に完成度の高い先発投手として評価されていまして、最速95マイルの速球に加えてスライダー、カーブ、チェンジアップと、合計4球種を操りながら試合を作ることのできるタイプの先発投手ですね。で、さらにコマンドも抜群に良くてですね、大学最後の年は 88.1 回投げてわずかにフォアボール6個しか与えてないですし、また昨年ドラフト後にプロデビューを果たしているんですけれども、そこでも23イニング投げてフォアボールを1つも出さなかったので、コマンドは本物なのかなと思いますね。で、すでに先発投手としてかなり完成されている部分もありますので、おそらくマイナーはかなり早く駆け上がることができると思いますので、もしかしたらギルバートと同じぐらいの時期にメジャー昇格っていう可能性もあるのかなというふうに言われています。将来的には先発ローテーションの3番手、うまくいけば2番手クラスのピッチャーになるというふうに予想されていまして、メジャーリーガーではリック・ポーセロですとか、あとはクリス・カーペンターとよく比較をされる選手ですね。ギルバートと同様にマリナーズの先発ローテーションを支えていく存在になると思いますので、やっぱりカービーにもしっかりこう成長を期待したいですね。そして今回最後に紹介するのがノエル・ビ・マーテですね。現在18歳でドミニカ共和国出身のマーテなんですけれども、先ほど紹介したロドリゲスも実は同じドミニカ共和国出身でして、でこのマーテとロドリゲスが非常に成長の過程が今のところ似てるんですね。先ほど紹介したロドリゲスは外野手の選手なんですけれども、このマーテはショートを守る選手というところで、ポジションの違いはあるんですけれども、2人ともパワーが魅力的なんですね。で、昨年マーテは故郷のドミニカ共和国で開かれているドミニカサマーリーグでプロデビューを飾ったんですけれども、65試合で9本のホームランを放っているというわけで、17歳の打撃としてはもうかなり良い成績だったんですね。もちろんまだ18歳ですので、今後どういう風に成長していくのか未知数な部分も多いんですけれども、ただこのパワーを維持したまま、ショートを守れる選手となればメジャーリーグの中でもかなり貴重な存在になりますので、ポテンシャルとしてはオールスター級の選手なのかなと思いますね。もっとも現状ショートとして残れるかは少し怪しいという声もありますので、今後マーテがどういう風に成長していくのかというところも注目して見ていきたいですね。ということで今回6人紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。マリナーズの中にはまだまだですね、素晴らしいプロスペクトたくさんいまして、ジャスタス・シェフィールドですとか、ジャスティン・ダンですとか、カイル・ルイス、それからカル・ローリーなど、たくさん紹介したい選手はいたんですけれども、今回はトッププロスペクトの6人ということで紹介してきました。で、マリナーズは2021年頃から再度プレイオフを狙うチーム作りをするというふうに、ジェリー・ディポート GM も明言してましたので、その頃にですね、先ほど紹介した選手たちが、メジャーに上がって活躍してくれれば嬉しいなと思いますね。その中でも特に楽しみなのがケレニックとロドリゲスですね。ここにケレニックのツイートを貼ったんですけれども、こちらナショナルズが昨年ワールドシリーズに出場して、マリナーズが唯一のですね、ワールドシリーズに一度も出場したことがない球団になったということを報じているツイートに対して、ケレニックが、状況は変わるよと、
非常に頼もしいツイートをしてまして、でロドリゲスも同調するように同じツイートをしてましたので、本当にこの2人は頼もしい限りだなと思いましたし、また今後ですねこの2人を中心に今の暗黒時代を終わらせてくれるんじゃないかっていう期待が私の中で湧き上がってきましたね。でさらにマリナーズは今年のドラフトで全体6位指名も持っていますので、まあ、その選手が入団してくるのも非常に楽しみですよね。ぜひですね彼らの手で黄金時代を作り上げてほしいなと思います。黄金時代の到来を待ちながらこの動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。